もう左肩はやばいですよ。来とるから。何だっけ？二人もので。二人もお寿司？え、なんか好き。頭なんて疲れたことないと思いながら。私、体が疲れたことないです。逆に？こだわりはありますか？すぐダメになっちゃうんです。こだわり、そうなんですよ。1年で3つないと持たないんです。それを他のキャッチャーが聞いて驚いてたっていうのを聞いて、あ、そんなにキャッチャーってミット必要だったんだっていうふうに思います。で、他のチームのキャッチャーはそんなに必要ないんだと思うね。ベロベロ、その野手みたいなグラブの柔らかさのミットで大丈夫なんだったら、多分まあ1個とかでいけると思うんですけど、まあなんせ110何キロを投げる人を取るんですから、私はそのベナベナじゃともう嫌なんですよ、負けるから。だからある程度の硬さを維持して使うってなったら3個必要ですね。柔らかくなっちゃう。ああ、球を受け続けてたらまず紐が伸びてくるんですよね。で、紐が伸びてくるとグラブがちょっと形が変わってくるんですよ。そうすると取る場所がちょっとずつ変わるじゃないですか。そうするとこの辺がまんべんなく柔らかくなるんで、そうすると親指が折れてきて、そうするともう痛いってなります。すごいわかりやすかった。あと多分うちのピッチャーはよくピッチングをします。やっぱり肩投げるね。はい、だから新品のミット着たらすぐ使えるようになります。はい、自分もだって新しいグローブ来たらまず投げピッチャーとの投げ合いで形を作ります。それがキャッチボールをするよりピッチャーのボールを取る方が早くできるよね。すぐ柔らかくなる。全然違う。すいません、今日新しいミット使いますって言って、あ、全然いいよって言ってグラブを作ります。全然、はい、もう新しかったらこう落としたりもするから、それ気になるピッチャーじゃないからすいませんって言って、全然気にならないです。なんならストレート増やそうかみたいな。早く作ろうか、早くできるようにストレート増やそうかみたいな。もう左肩はやばいです。来とるから。それはミネも前言ってた、初めてボール取った時に次の日肩上がんなくなったって。でも、どんな球を投げてる。でもみんな言います。スミもなんかここがってシムさんとかに言うらしくて、キャッチャーだよって。はあ、そういうことかみたいな。他の人は痛くならない場所でやっぱ止めてんだと思います。うん、それ超えてくるんですか。スピードもあるから余計に負けないように止めなきゃいけないもんね。負けると逆に痛めちゃうからね、自分の体をね。はい、あとこう瞬間的にこうやっぱ止める、取るって使ってんだなって思います。一番見やすいかなみたいな。無難に赤とかだとちょっとチカチカしますよね。投げづらいって。青とかなんかこう白っぽいのとかはいいけど、赤だとちょっとギョッとするかも。マウンドに立ってギョッとするかもしれないですね。赤みたいな、こうなんかレガースとかがね、なんかこう黒とかで映えるとかで赤にしましたとかならまあうんとは思いますけど、野手が使ってるみたいな、なんか朱色みたいな、朱色っていうかなんか、なんか茶色みたいな、ああいうのはあんまり気にならないです。あとなんか一番嫌なのはプロテクターと同色はちょっと見づらい。だからこういうなんか白枠とかつけてもらえるとすごい助かります。それ言われてからちょっと黒にしてます。あと何って考えるのがめんどくさくてずっとこれです。同じモデルを3つ。そうです。言葉とかは入ってるんですか。え、あ、入ってます。これ好きな曲名みたいな。光物です。光物お寿司。あ、曲の名前です。あいみょんの。え、なんか好き。シンプル。しかもなんかあの有名じゃないところ推しなんですよ。あの、じゃ
アルバムに入ってるアルバムでしか聴けないみたいな曲なんですけど、なんかリズム感が好きです。好きなもの入れてるかも。なんか一個前はハッピーターンって入れてました。え、あそれでも今3つ持ってるじゃないですか。全部光物、光物、光物。あ、だから違う。光物、ハッピーターン、曲、あの、なんだっけ名前。そう、はい。違うの入れました。私は、あの、3年ぐらい使えるぐらいしか使ってないのに、次新しいの言っちゃいますけどね。あ、東京オリンピックの時は何にも入れてなかったです。それどころじゃない。すいませんでした。それどころじゃない。でもなんか緊迫した試合とか続くと、いつも吾妻はなんか頭が疲れたっていつも言いますもん。そうですね。なんか、あ、やっぱり頭が疲れるんだなって思います。頭なんて疲れたことないと思いながら。え、私体が疲れたことないです。逆に。なんて言うんだろう、上野さんは私からしたらもうアスリート。でも私はそのシーズン入っちゃうとアスリートじゃないんです。なんかなんだろう、もちろん体がないとできないポジションだし、うん、そのまあバッティングもあるから、うん、すごい体大事だなってバッティングをしててしみじみ思うんですけど、うんうん、そのキャッチャーに関してはもう試合になったら体じゃない。もうなんかもうちょっともう勉学的な感じになったことね。うん、もうなんかいっぱいチョコレートとか差し入れすればよかったね。糖分をね。確かに特にオリンピックはそうだったかもしれない。うん、なんかすごいなんか頭疲れたみたいな、そういうオリンピックの時とかってよくあります。むしろ頭が疲れるってほどやっぱり使ってるんだと思って逆に。なんか頭が疲れたなって感じたことなかったから。なんかもっとしっかりなんか考えようって思いました。頼ってばっかりじゃダメだと思いました。よかったらコメントをよろしくお願いします。